俺たちはゼムリア大陸最大の両兵集団、北の両兵だぜ。私は負けない、誰にも。かつて英雄と呼ばれながらノーザンブリアを捨てた男、お前の祖父のことだ。ナビアン・ウィンスレット、英雄の孫よ。ラビー教官、あなたには帝国へ潜入してもらいます。我々を脅かす未知の存在、帝国の英雄の情報をつかむため。英雄、いい加減飽きませんか、勝手に動き回るのは。ラビーちゃんは面白いね。腹を決める時じゃねえのか。私がノーザンブリアを守る。積雪の影響は軽微、予定より早い到着となるでしょう。そうか。副隊長、近隣の状況はどうだ。はっ。この先南側一帯は平地が広がっています。魔獣の出没情報がありますが、脅威度は最低ランクのようです。新兵の演習にはうってつけだな。集落はあるか。西にゼムアラ村、まだ距離がありますので影響はないかと。怖いな。副隊長、指示を出せ。よっ、戦車停止。街道を外れ、演習を行う。A 分隊は周辺確認、 B 分隊は挙手準備。リバーロン、タック、新兵の面倒を見てやれ。マジかよ。そんな、そろそろ昼飯時じゃねえの。トラックに揺られたら夕方にはシュート入りだぜ。せっかく融雪設備のある街道を通ってるのに、わざわざ寄りにしなったってよ。こりゃ今夜もやえか。夜から吹雪にならなきゃいいけどな。ここ響き響き動け。へいへい。
ガキども整列だ。順番にレクチャーしていくぞ。1番装備チェック。2番ほらちゃんと報告。2番装備チェック。しかし新兵の皆さん装備がピカピカだね。3番装備チェック。見せてみろ。バカ、なんで入隊時の装備セットそのまんまなんだ。お前入隊式から備品を一度も出してないのか。いえそんなことは。マニュアルなんか置いてけ。携帯鍋もいらねえ。鍋に何か入ってる。うわ、なんで鍋の中にグレネード入れてやがんだよ。やれやれ、先が思いやられんな。まあいい、次。4番装備チェック。待て待て待て、肝心なものがねえぞ。4番、名前は？ロビー。ロビアン・ウィンスレット。あ？ウィンスレットって何の状態だ？まあ、珍しいってほどの名字じゃないけどな。まあいい。ラビーちゃん。そんでお前さ、ヘルメットはどうしたんすかね。不要なものは置いてけと指示が。だあ、新兵。支給されたメットはサイズが合わなくて視界の邪魔。それに国外での作戦でない以上顔を隠す必要もない。そもそも撃たれる前に撃てば。国外での作戦を想定して演習するの、お分かり。今ここ戦場、最前線だと思ってちょうだい。落ち着け、イバーロ。喋り方が変わってんぞ。ライラする。まあまあ。後で予備のベッドのベルトを調節してやるよ。俺もヘルメット外していいですか。中小さくて。さっきの鍋でもかぶってろ。先が思いやられるぜ。時間がねえ。4番ラビー、お前はメットなしで教習だ。この先30台。細かい質問をほざく前に。ロンヘッド。
よし、こんなもんだな。